鏡を割られた。片手に行きましょう。確かにこれでは船に照らしできない。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。いいよ。うちに負けるか。ラウンドマン。はいはい。ルフィ聞こえる？キングコング神、そっちはどうなってんだ。私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね。わかった。ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。どうやらその状態戻っちゃった。長くは持たんよ。そうか、ギアフォースの時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。俺に勝ちに来てみるぞ。そんな選択肢は用意していない。ジエ、落ちるな。危ない。だんだん俺の変分子に近づいて。お前にも攻撃は当たるんだ。片手でかいから戦いにくい。うちの能力じゃなくて変分色なんだろ。さあ無駄だ。俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だがそれを見極めたところお前が勝てる道理はない。覇気は一戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。落ち。何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった。針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああそうだ、終わりか。ああ受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。よっフォース。
リコだ。次はキングコブラジョン切り持ち。うわいつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。